ヘニング・ソルベルグ、ヘニング・ソルベルグ、1973年1月8日帯は、ノルウェーのラリードライバーである。2003年の世界ラリー選手権チャンピオンである、弟のペター・ソルベルグの影に隠れがちな存在では、あるが、一流のラリードライバーであり、1999年から2003年の間、5期連続で、ノルウェー国内選手権のチャンピオンとなっている。 2005年は、フォードワークスから7戦に出場。キプロスでは一時総合3位につけるも、プジョーのマルコ・マルティンに逆転され4位に終わった。2006年は、オムブ・プジョーに在籍、トルコ・ラリーでは、自身初の3位表彰台に入賞を果たした。2007年は2006年の成績が評価され、旧型のフォードフォーカス WRC06 をドライブ自然戦に参戦。 地元ノルウェーと日本の2つのラウンドで3位の表彰台に上った。2008年は、ストバート VKM スポーツフォードラリーチームとミュンヒス、フォードの両チームから前線参戦。この年の最高位はヨルダンでの4位。2009年は、スイスの家電量販店エキスパートからのサポートを受け前線へ参戦。アルゼンチンと初開催となった。 ポーランドの2つのラウンドで3位表彰台に上った。2010年は、ストバート M スポーツフォードラリーチームから前線に参戦。ターマックラリーのみ、フォードフィエスタ S2000 をドライブした。この年の最高位は6位。2011年は、新ワールドラリーカー規定に沿い、フォードフィエスタ RSWRC で、M スポーツストバートフォードワールドラリーチームから参戦。 サテライトのエース扱いとなる。しかし、成績不振により、第5戦イタリアからマニファクチャラーノミネートを外された。第6戦アクロポリスから成績が良くなり、最終戦のグレートブリテンでは、自身6度目の3位表彰台に上った。2012年はサポートを続けていたエキスパートが撤退したため、WRC 参戦継続が危ぶまれた。 しかし開幕戦モンテカルロの直前にアメリカ製エナジードリンクゴーファストのサポートを受けチームメイトのマシュー・ウィルソンと共に WRC に引き続き参戦することとなったモンテカルロは12位スウェーデンでは7位に入ったがそれ以降は資金不足により前線参戦は叶わなかった2013年は参戦プログラムが決まらず WRC に参戦できるか危ぶまれたが スウェーデンへの出場が決定した。当初は昨年に引き続きゴーファストが支援するはずだったが直前にキャンセとなり、さらにマシンも届かずこのまま欠場と思われたが、M スポーツからテストカーを借用しての参戦となった。この年はスウェーデンのみの参戦となったが、総合8位で完走した。2014年はアダプタモータースポーツから、 フォードフィエスタ RSWRC で6戦に参戦。スウェーデンとラリーギガバイトでは、それぞれ1回ずつトップタイムをマークし、未だスピードは衰えていないことを証明した。この年の最高位は、ポルトガルの5位。2015年もアダプタモータースポーツから引き続き参戦。四年振りの降る参戦を予定していたが、モンテカルロでは十一位、スウェーデンは位と、開幕連戦は、 成績が振るわず、それ以降は予算不足で前線参戦は叶わなかった。2016年もアダプタモータースポーツから参戦。フォードフィエスタ RSWRC で5戦。フィンランドのみはフォードフィエスタ R5 で出場した。WR カーで参戦した、最高位は7位。一方、フィエスタ R5 で出場したフィンランドは WRC-2 クラス4位に入った。 2017年は、新規定のフォードフィエスタ WRC で参戦する予定だったが、プライベーターでの出場認可が下りず、急遽、シュコダ・ファビア・アールコでスウェーデンに出場した。2018年は前年まで、マッツ・オストベルグが使用していたフォードフィエスタ WRC で、第2戦スウェーデンに出場。念願の最新型 WR カーでの参戦を果たす。 しかし一年のブランクもあり上位争いに絡めず19位に終わる。その後はトルコからシュコダ・ファビア・ R5 で参戦。なんと WR カーに割って入る6位入賞を果たした。スペインでは WRC-2 クラス6位に入った。2019年はステップダウンし、シュコダ・ファビア・ R5 で WRC-2 クラスに参戦。弟、ペターに負けず劣らず。 明るく、楽天的な性格の持ち主で、ファンに対して、親しく接する点も共通している。ペターの WRC 初優勝の時には、自宅の裏で私物の座るインプレッサでドナツターンを、延々繰り返したという逸話もある。母国ノルウェーでも食べるほどの寿司好き。醤油に関しても知識があるようで、ラリーザッシラリー X が知っている、日本語を尋ねたところ、キッコーマン。 寿司には、ソイソースがないとね、と答えてみせた、ラリー X 携帯サイトより、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。